はい、どうもどうも、皆さんこんにちは、むけんです。今からね、竜王をやっていきたいと思います。これね、いろんな突っ込みどころがあるんですけど、まずスタミナがもったいない。スタミナ20も消費してね、あれなんですけど、まあ、僕ね、スタミナ今49か、マックスで。なので、2回分と9ぐらい最終的に余っちゃうんですけど、まあ、この分はね、まあ、サブクエとか、あとは、その、マルチプレイとかで消費するのがいいのかなっていう感じしますね。まあ、この辺はね、まあ、もったいないかどうかは自分でね、考えて使えばいいと思うんですけど、あとは報酬ですよね。まあ、報酬で、ボスドロップ。これたまに、このラダムートの盾とかが落ちるみたいで、これは回らないといけないですよね。ドロップ、ボスドロップが、凄すぎでしょ、これね。ってことで、まあ、周回する意味はあんのかなと。かなりスタミナ消費するしね。これ全部集めるの結構至難の技だと思うんですよね。何パーセントかわかんないですけど、金ってあんま出ないですもんね。ボスドロップどうなんだろう。まあまあ出たらね、また紹介したいと思うんですけど、今回ね、では早速、竜王やっていきたいと思います。まあ、スタミナね、25なんだ。はい、じゃあ一応見ときましょうかね。15ターン以内、これはいけそうですね。まあまあ、報酬は特に、ジェム一度も死なないで、まあ、ジェムゲットぐらいかな。あ、初回クリア報酬って、ラダムートの鎧上がゲットできるんだ。他のやつはそうでもないですよね。他のやつは初回討伐とか特にないですけど。こいつに関してはあんのかな？はい、じゃあ、ちょっとフレンドさん探してね、行きたいと思います。はい、ではやっていきましょうかね。フレンドさんね、もう、軒並み皆さんログイン中というかね、借りることちょっとできなかったんで、フレンドではない方なんですけど、まあ、連れていきましょうかね。竜王は、多分ね、炎が結構きついと思うんで、まあ、多分ね、レベル的には大丈夫だとは思うんですけど、炎対策だけやっていきましょう。まあ、一応ね、過去シリーズでも、炎はがっつり効くんでね。あと、このメタスラマン。これかなり経験値美味しいみたいですね。フレンドさんたちがみんなで持ち寄ってね、マルチ行きましょうみたいな感じで。プラス300とかなんか言ってたな。あの、経験値がね。ということで、美味しいみたいですね。皆さんね、まあちょっとまだ情報がね、確定ではないんで。はい、じゃあ、これ使っていきましょう。1個しかないですけど、辛口カレーライス。メラ、20% 減。炎ブレス 20% 減。これまあ、あれば、かなり完封できると思います。はい、じゃあ行きましょう。まあ、竜王なんで、まあ、シリーズ的にはね、こんな感じかな。はい、じゃあ、ボス行くまではね、早送りで行きましょう。はい、じゃあいいですね。ドラクエ1って感じがしますよね。ね、今まで、ここに来るまでもね、ゴーレムであったり、ドラゴンであったり、ね、その辺倒してきましたけど、はい、じゃあ今ね、レベル55ですね、私はね。まあ、特に、ここのね、今回竜王の推奨レベルっていうのは44だったと思うんで、44か45だったと思うんで、まあ、なんとかね、まあ、進行状況を普通に進めてれば、ギリいけるかなっていう感じですね。キング、多分普通に進めると、ゆっくりね、進めていくと、今、キングレオを倒して、雪の世界に入れるか入れないかぐらいの人がね、ライン上でも多かったんで、その方々が頑張ってね、アイテムとか、使ってしっかりとギリ倒せるかなっていうね、ちょうどそれぐらいのレベルに、まあ、鬼レベルにするときついんでね、最初からね。ちょっと背伸びすると届くような感じで。肉まんみたいなの今回結構ゲットできますね。まあ、この情報に関しては次回以降紹介したいと思います。結構、メタスラマンがね、美味しいってみんな言ってたんで、結構話題なんですよね。みんな持ち寄って行きましょう行きましょうっつって。みんなでね、チームと、ね、もう竜を倒しました。結構続出してて。鍵出ました。ありがとう。何の鍵だろう。ねえ、なんか情報がね、新着情報だらけでね、さすがバージョンアップ。この後ね、別撮りで、ドラゴンのね、ドラゴンキラーでしたっけ？あの辺のね、お、来たー、ボス。はい、じゃあ呼んでいきま、あ、読むとかないか。はい、じゃあメラ系はさすがに効かないよね。はい、45。まあ普通の攻撃ですね。オッケーオッケー。まあまあ、多分大丈夫でしょう。いまいち、氷がいまいちなんだ。ドラゴンに変身とかしないのかな？まあ氷もあれもいまいちなんだ。まあ普通の物理攻撃でいっか。レギュラーは来たね。一応回復しとくか。まあ、大丈夫かな。貫通できそうな。あ、あれ見んの忘れてたな。忘れちゃった。あ、もう倒す？お、このパターンは変身っぽい。
あれ終わり、こんだけか。あー、来た来た。おー、いいね、これね。この555ってもうモンストじゃないですか。はい。いいね、音楽もね。はい、じゃあこれでこそね。はい、物理攻撃が結構、刃砕きとかが、あー、なんかいい感じで決まってますね。まあ、相手の攻撃があんまり、基本やっぱこっちが高いんで、あんま通らない感じですね。あ、魔法だけやっぱ要注意だな。はい、じゃあ、ベホイミで。まあ、あとは大丈夫かな。はい。あ、超怒ってる。なんか怖いね。はい。じゃあ、ゾンビ斬りとか効かないのかな？あ、ゾンビ斬り結構剣が効いてますね。片手剣がね。はい、結構怖いですね。ハゲオタが来るのかな。こっちと。ああ、まあ、ああ、ヤド斬りと、灼熱か。まあ、15体以内ね、できればいけそうな気はするんですけど。まあ、力押しですね、今回に関してはね。技術同行ではないですね、確実にね。やっぱ魔法でも危ないな。はい、じゃあなんとかね。これで終わりかな。いやーなんかいいですね。まあ、マルチでね、やりたいですね、こういうのはね。お、金が出た。多分これが初回報酬って書いてあったやつですね。はい、じゃあ、これでいけたような感じですかね。はい、レベルが、五郎丸くんは多分上がると。経験値はそうでもないですね。480なんだ。はい、じゃあ一応レベル55でね、かなり、まあ、10ぐらいオーバーしてるんでね。これで、はい、じゃあ、ラダトームの鎧か。この、あとはね、スタンプゲットですね。あと鍵。まあ、この辺はクリア報酬なんで必ずもらえると思うんですけど、というわけでした。まあ、今回ね、せっかくなんで、まあ、星5、この辺せっかくなんで揃えたいと思います。で、ボス動画に関しては、そうしましょうかね。鋼剣剣とかまあいいか。はい、じゃあ、今回ね、ボスに関してはこんな感じでした。竜をね、まあ、意外とドルマっていうか、あれがきつかったので、全員食らうやつ。あとは大丈夫かな。はい、じゃあ、まあ、後日ね、この辺、盾、この辺ね、ドロップをしっかりと狙っていきたいなと思います。ちなみに、この後マルチちょっとやってみようかな。マルチがちょっと変わったのかな？なんかマルチで部屋作って、竜王、あ、やっぱあるんだ、竜王倒せ。じゃあこれマルチで、マルチ版ってあるんだ。ははは、そういうわけですね。あ、やっぱりあるんですね。こういうのをやると面白いですね。はい、というわけで、この後ね、こっちをやっていきたいなと思います。マルチはレベル、あ、一緒か。マルチも一緒なんですね。ということで、なかなか倒せない人はマルチからやっていってもね、周りの力借りても面白いかもしれませんね。はい、では、竜王のね、討伐の動画でした。まあ、ちょっとレベルが高すぎて、ちょっとね、参考にならないっていう形もね、あると思うんですけど、まあ、55だと割と倒せるのかなっていう感じしましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。では次はね、ガチャ、動画、3000円分のね、iTunes カード昨日買ってたんで、課金はね、ちょっと1週間しないですけど、まあ、もう買ってた分はね、チャージしてやっていこうかなと思います。はい、失礼します。またまた。